はい、長岡城のですね、石って書いてありますけど、これ本物を持ってきてるみたいですね。ここの部分だけですけど、はっきりね、わかりますね。まあ他のものはみんな作り物で、ここは資料館ですからね。これはあくまでお三階、まあ、御三階矢倉を模した建物と。で、こちらでね、書いてありますけど、堀氏がね、最初に地蔵堂、立派なそこに丹後守の像があったと思いますけど、あの城を廃してですね、改めてあの牧野氏が長岡藩を作ったわけですけど、まあ、浮島城と書いてある通り、まあ、古写真や絵図でもですね、まあ、かなりの規模の、浮城だったと、まあ、見た目もすごいですし、まあ、あの7万石ぐらいのですね、審判大名とは言っても、小藩がですね、あるほどの大規模な城を作れるというのはやっぱり三河以来の徳川審判大名と譜代大名ということだと思いますよね。ここもね、立派なもんなんで、あの、まあ、一度ご覧になるといいと思います。中は資料館になってますね。まあ、石というのがね、これ元々の今あの二の丸とか今日も行ってきたんですけど、城下はですね、ほとんどあの史跡が残っておりませんので、まあ、こちらの方にそう遺構とか写真なんかも残ってますのでね、合わせてご覧いただければと思いますね。